日清食品、本当に焼いたらうまかった。日清焼きそば UFO 2色パック、ノンフライ麺に液体ソースがついています。麺は幅2ミリ強で、 UFO の F は太いの意味なのに大して太くはありません。でもカップとは違い、ノンフライ麺なので緻密な印象です。ちぎれはほとんどなく、粘りが強くしぶとい歯ごたえで存在感が大きいです。麺の乾燥重量は 80g ですが、量は十分に多いと感じました。ソースは力強いというか、ややふてぶてしさを感じます。定番の日清焼きそばと比べて対照的な重たくて強引な味付けです。ちょっと単調さを感じ、紅生姜や青のりを入れたくなります。カップと比べて焦げ臭さの演出はほとんどありません。推奨される量の豚肉とキャベツを入れて作ったので、寂しさは感じませんでしたが、具なしだと飽きやすいかと思いました。作る手間や金額を合わせて考えると、UFO は円盤型のカップにとどめておく方がいいのではと感じました。みんな大好きトントン。